兵庫県姫路市毛屋に本社を置く世界最大の貨幣処理機メーカーである。21カ国100カ所以上に拠点がある。顔認証を含む生体認証でもリーディングカンパニーである。また、新型コロナウイルス感染症の流行によりマスクをつけたままでも認証可能にするバージョンアップに成功している。銀行を中心とした金融機関向けの通貨処理機や 情報処理機、自動販売機、電子マネーなどの通貨関連機器の開発、製造及び販売、メンテナンスを行う企業である。1950年に大倉省造幣局の発注により国産第1号の高価係数機を開発して、以来、金融、流通、有位市場などの分野で製品開発を手掛け、通貨処理機、タバコ自動販売機、コインロッカーレジ釣り線機、 カード関連機器などの製品や技術を発表した。貨幣処理機では国内シェア約7割を占める。また IC カード事業の推進や生体認証技術の構築、国政選挙に使用される投票用紙分類機を含む選挙システムの構築など事業分野の拡大も行っている。また子会社を通じパチンコパチスロ関連事業にも進出しており2008年には アビリットからパチンコ店向けヘプリペイドカード事業を譲り受けたことでパチンコ店向けヘプリペイドカード市場においてグループとしては日本ゲームカードに次ぐ業界2位となるドイツやイタリアなどの同業種の企業を次々に買収欧州での M&A により海外事業を強化金融機関向け貨幣入出金期で 世界シェア約4割を占めるタラリスの買収で世界シェア約6割を握る。社名の由来は旧社名の国境商事の A の英訳から、長年にわたり地元の3テレビで企業 CM を放映している。また2018年には創業100周年を記念して俳優の長谷川博美を起用した新聞広告テレビ CM が制作されている。 ありがとうございます。